こんにちは、ショートショート作家の田丸雅智です、今回は SF マガジンで始まった新連載についてお話しできればなと思っています、というのがですね、今年の6月号ですね、 SF マガジンの6月号から新連載の、未来図ショートショートというものが、開始しました。でこの連載ではですね、2000字ちょっとですかねの作品なんですけれども、それを合計3話、連載をさせてもらって掲載してもらっていて、で、ポジティブな側面から未来を描くということを基本にしながら、未来のことなのにちょっと懐かしいなみたいな、そんな感じになったらいいなと思って、執筆を進めているというところですかね。で、最初の、3作品は、1つがですね、個人、亡くなった人と音楽を一緒に奏でられるようになったらっていう話ですとか、あとは実家、壊した実家ですね、それをですね立体映像で残すことができたらっていうお話ですとか、あとは AI 作家の AI 作品ですね、これをですね担当する人間の編集者のお話、この3つのお話を掲載してもらっています。で、せっかくなのでですね、裏話といいますか、背景経緯みたいなところもお話しできればなと思ってるんですけれども、まずいろんな未来のトピックって議論が必要なものたくさんあると思うんですよね。で、それらも含めての何か問いかけができればなとは思っていまして、で、それぞれ取り上げた話題とか描いていること全面肯定っていうスタンスではないっていう、そこだけ念のためにまずお伝えしておきたいなと思ってます。で、その上でここから本当にこう未来が変わっていく、前向きに変わっていく何かが生まれたらいいなと願って、始めていったわけなんですけれども、もともとは編集の方からですね、8年ぐらい前ですかねにこの連載のお話、本のお話をいただいていて、で、本当ありがたいこと待っていただいた形だったんですけれども、その間ですね、担当の編集さんとはいろいろ、じゃあどんな連載、どんな作品がいいのかなっていうのはずっと話してましたね。で、やっぱ早川さんなので SF の老舗というところで、やっぱり SF っていうところがいいんじゃないかと。で、その中で僕もここ数年企業さん向け、との取り組みの中で特にこう未来をテーマにした作品を書くっていうのがどんどん増えてきていましたので、これを連載としてやっていくっていうのはすごくあり得るんじゃないかなっていうところ で、編集さんとそれでいきましょうかっていうことで、企画を決めていきました。で、ちなみにですね、このショートショートでいうと、ショートショートイコール SF っていうイメージの方も、たくさんいらっしゃるのかもなとは思います。で、実際ショートショートの作品で有名なものが SF 的なものっていうのが少なくないっていうところもありますんで、ただですね、この点でいけば少し不思議っていう、SF のいろんな定義解釈でいうと少し不思議な SF なんですっていうと、多くのショートショート作品っていうのは当てはまることが多いのかなと思うんです。ただですね、イコール一般的なこのショー SF のイメージとイコールショートショートかっていうとそれはちょっと違くてですね、でショートショートの場合はSF ももちろん含むんですけど、オールジャンルが対象ということですね。で、アイデアっていうものを軸にして展開していくものですので、全然現実的な作品もありえますので、ショートショートは本来 SF だけじゃなくてオールジャンルが対象であるっていうのが、本質的なところだとは思っています。で、その点ですね、僕も SF 大好きです。読むのも大好きですし、今でも最先端の SF 作品とかはなるべく好きでですけど追いかけるようには追いかけるというか追いかけたいなと思って、普通に好きなんで読んでいるんですけれども、SF 作家の方がショートショートにアプローチするという感じとはまた違くて、このショートショート作家が SF にアプローチしていきたいなっていう、そんな方向というか、僕にとってはそういう挑戦ですかね。で、この連載を進めているというところになります。で、もう一つですね、未来を描いたショートショート作品の中に割と多いのがですね、ディストピア的なものといいますか、シリアスなものであったり、あとはこう技術とか、新しいものが、結局大きなことになって、悪い方向ですね、大きなことになって、災害になりましたよとか、
まあ、失敗しましたよみたいな、まあ、そういうものって結構な数ありますね。で、まあ、それはそれ僕も好きな作品もたくさんあるんですけども、この連載ではそっち方向ではなくて、もうストレートにもこんな未来が来たらいいなっていうところですね、で読んでくださった方の中から、あ、なんかいいなと思ったから実現したいなと思って、でちょっと動いてみて実装したんですみたいな、まあ、そんなことが事例が出てきたら、まあ、本当に救われるなというか、まあ、そんな気持ちで、やっていこうと。で、まあ、このポジティブに描いていくって、まあ、あえてそのスタンスで描いていくっていうのは、まあ、僕も自分が好きだからっていうのが一番大きいんですけどね、そういう作品が。でも、まあ、そういう背景にあるのはストレートに描くことによって何か生まれるものがあったらいいなと思って、まあ、執筆に取り組んでいるというところですかね。まあ、せっかくなので最後に今回の3作品について簡単に、まあ、自作解題じゃないんですけどお話しできればなと思っていまして、まずは、2人のセッションっていう作品ですね。亡くなった人と一緒に音楽を奏でるっていう、そんなお話なんですけれども、ホログラムですとか AI ですとかそういった技術を使って亡くなった人を再現したり、まあ、その人と、まあ、今存命の人がコラボをするみたいな、まあ、そういう、まあ、話題アイデアって、まあ、皆さんも見聞きしたことが終わりじゃないかと思います。僕もある程度メジャーだなと思っていますし、そして実際ある程度できるんだろうとは思っています。で、この話に込めたといいますか、やろうとしていたことですと、その先に広がっている光景ですね。でこれをパーソナル、あくまでパーソナルな視点で、書く。それによって今現在とそういう未来って地続きなんだっていうところを感じてほしくて、まあ、書いたっていうところがありますね。で、まあ、高校生が伝説のジャズマンと普通にコラボできていたりとか、自分の祖父母が、その技術に親しんで、ちょっとなんかクスッと笑えたりとか、まあ、そんなところを書きたいなと思って書いた作品でした。で次にですね、本の中の実家という作品がありまして、でこれはですね、壊されてしまった実家を、まあ、壊す実家を、まあ、ホログラムですかね、で立体映像で残すみたいなお話なんですけれども、背景にあったのは現実世界でこの実家がなくなってしまったみたいなお話ですね。で、まあ、2つ大きくあったんですけど、まあ、1つはですね、SNS である方が投稿している記事をたまたま目にして、で、まあ、要は実家がなくなってしまうっていうところ で、まあ、そのエピソード自体にもすごく胸を締め付けられるものがありましたし、で一緒にこの夕焼けの景色が投稿されてて、それはものすごく寂しかったんですよね。で印象に残ったなっていうところがやっぱあって、ずっとありました、胸にあったのと、でもう一つは僕自身 の僕の、まあ、父親の実家、祖父母 の、 まあ、家が愛媛にあったんですけども、それも数年前に、まあ、残念ながら取り壊しになりまして、で、まあ、その時のこの寂しい気持ちとかで、と同時にその跡地に行った時に自分の中でまるで AR を使ってるように立ち上がるものがいっぱいあるんですよね。もう映像、家 も見えるぐらいの感じもしますし、まあ、やっぱ思い出もそうですね、なんか再生されていくって、その時の、まあ、感じるもの、感じたものっていうところが、まあ、このお話にはつながっていったのと、でもう一つ、実際にあるサービスとして、ランドセル、6年間使い切った小学生 のランドセルですね、あれは小さい形に加工したりとか、まあ、あとはなんかバスケースとか使って革製品に加工することによって場所を取らない形で思い出の大事なものを残そうみたいな、まあ、そんなサービスがあるかと思うんですけど、僕はその考え方すごい大好き でそういうものをこの実家でできたらどうだろうっていう、まあ、それを考えて、まあ、執筆に挑んだっていうところが背景にはありました。でもう一つですね、AI 文芸編集者というそんな作品があるんですけれども、これも AI 作家さんが書いた作品を、まあ、人間の編集の方が編集をしているとい まあ、そんな作品で、まあ、これは、まあ、念頭にあったものはですね、まあ、AI VS、まあ、人間作家のこう対立構造を煽るような風潮であると思うんです。僕自身も、まあ、そういう視点、VS AI VS AI で
ちょっと語ってくださいみたいなご依頼をいただいたことってここ何年かで何回もあって、まあ、ちょっと僕難しいかなっていうことでお話をしてきたんですけど、まあ、そういった風潮への問いかけをはらんで、います。で、まあ、もちろんですね、この AI と人間の関係が今後どうなっていくか、これも全く分かりませんし、で、まあ、もしかしたら法律で何か制限が、大きな制限がかかる可能性っていうのも、これもゼロではないと思います。で、その上でですね、で、現時点、あくまで現時点の考え方としまして、まあ、個人的にはこの AI と人間を共存していくのがいいんじゃないかなと思ってます。このアシストツールとして、付き合っていくっていうことをですね、で、それによってできることっていうのもたくさん増えていきますから、まあ、まずこれ依存することじゃないですよ。やっぱ共存、アシストツールとして、まあ、電卓のような感じですかね、Excel、電卓のような感じで、なんかできることが広がる方向に、うまく付き合えればいいのかなとは僕は思っていまして、で、まあ、そんな中で、まあ、一層この文芸作品というのを、もう振り切って描いてみる、もう AI 作家さんがいてもうベストセラーを飛ばしているっていう世界を、描きたい。で、それを編集しているのは人間の編集者なんですよと、そこまで、描きたいなと思っていて、でただし、その状況によってこれを描くことによって何かこうなんでしょうね、まあ、バカにしたりとか軽んじるとか、なんか想像、人間の創造性をなんか下に見るとか、そんなことは絶対したくなかったので、まあ、あくまでその可能性の話をして何かこう見えてくるものがあればいいなと。で、同時に人間の作家さんっていうものも、存在もしっかり残ってる世界であるって、ここはすごく大事にしたくって、まあ、そんなさらっとなんですけどね、実際文章としては、書いた作品でした。で、まあ、この今回の3作品の中だったらば、まあ、一番賛否あるのかなとは思ってはいるんですけどね。でも、まあ、一つの問いかけとしてですね、まあ、機能する、この作品が機能して、で、この未来が良い方向に進んでいく、まあ、議論の一つのきっかけですね、まあ、そこになれたら本望だなとは思っています。まあ、という感じでですね、この後もこちらの連載で、いろいろな角度から未来、に迫っていければなと。で、これも、まあ、なるべくパーソナルな視点で、そして、基本的には一貫してポジティブに描いていけたらいいなと思っていますので、皆さんもぜひ読んでいただきたいですし、で、そしてここから、じゃあちょっとこんな世界来たらいいな、で、じゃあやってみようか、ちょっと試してみよう、作ってみようっていう、今それこそ AI の力もあって何でもできるようになってきてますから、ぜひですね、この未来を実際に良い方向に導くっていう、こう作っていくっていう、まあ、そこまで、発展していったら嬉しく思っていますので、そういったことにも挑戦していただけたら嬉しいです。